バタです。今日は日曜日だもんで、バタの日記をやっていきたいと思います。まあ先週、今回は先週の出来事と先週出した動画や、あとは僕のサブチャンネル のバタキングダム TV についてのことを話していきますもんでね。でね、ぜひ最後まで見てください。それではどうぞ。さあ、先週の出来事を話していきます。まあ先週は月曜日は仕事をやっていて、いてさ、まあもう10月に入ってね、やけて、あ、間違えた。10月の、2日で、まあ仕事に入ってさ、まあ、何もなかったもんでね、うん。そして3日は、3日、火曜日は、何にもないけれども、まあ、ちょっとね、僕も歩いて、歩いて、夜とかさ、夜に歩いて、歩いたもんでね、まあ、運動も、ようしてますもんでね、うん、まあ、普通にやっていって、そして、ね、火曜日出した動画が、これ。トランスフォーマーレジェンズの、ホットロリマスと、チャーの、同時レビューをしました。まあこれさ、名コンビだったもんでね、名コンビでね、これ、両方レビューしたもんでね、これ。まあね、ちょっとこれは、簡単だったもんでね、変形が。まあこれ、いいと思います。そして水曜日が、動画は出さんかったけども、実はと言うと、今これ、箱になっとるけど、箱のまま出すけども、この増設の、動画を撮影してさ、これは、バタのサブチャンネルの、バタキングダム、TV で、出しときました。まあ、これ、サブで出しましたもんでね、うん。まあね、サブチャンネルで出した、動画は、説明欄で書いていますもんでね。説明欄を見てください。まあ、木曜日には、ちょっと遅めに出したけども、木曜日に、買ったおもちゃを、紹介しました。まあ、これも紹介したんですけども、ちょっと遅めに出したもんでね、うん。まあ、あとサブチャンネルの、あ、間違えた。木曜日何も出してないんだ。って言いたいけども、サブチャンネルの動画出したんだな。確かに。ちょっと間違えたな。うん、まあ、サブチャンネル、木曜日はサブチャンネルの、動画を出しましたもんで、ね、うん、金曜日は、木曜日に買ってきたおもちゃを紹介と、サブチャンネルができたことを話したもんでね。
まあ、あの、の、こういう動画も出しました。土曜日が、あの、出せなかった、動画は出さなかったけども、普通にあの、仕事が休みだったもんでね、あの、土曜日の時は、ゆっくりしてました。ね、うん、そして、あ、日曜日にさ、これ、アイドルタイムハープの、あの、レビュー動画を出しました。まあ、出したんですが、本当は、あの、土曜日に出す予定だったけども、ちょっとさ、このカメラの、ね、あの、映像とか使うと、なんかさ、アップロードする時間がかかるもんでね、まあ、あの、日曜日の朝に出しておきました。まあ、下の、この動画は、下の概要欄と、あの、カードと、あの、終了画面に出していますもんでね、ぜひ見てください。ね。うん、まあ、今日、いや、先週の出来事は、これぐらいです。ね。うん、次に、あの、サブチャンネルの、バタキングダム TV についてのお話をするけども、まあ、あのね、あの、ガングレビューは、するつもりだけども、ね、でもあくまで言うと、あの、ガングレビュー、以外なことを、やると思います。まあ、例えば、ね、あの、どの YouTuber を、あの、いじる動画とか、いや、あとね、どんなバトのチャンネルで、ね、どんなもん作っているの、どんな風に、あの、アプリとか、と、あの、編集し、どういう風に動画編集しとるのか、の紹介もしてきます。まあね、まあ、あの、サブチャンネルもそうなんだけどもね。まあ、あの、でも、もう、過激な、動画や、やらしい動画の、あの、危ない動画は、一切出しません。まあ、ちょっとさ、そういうことやったら、あの、やばいもんでね、やばいことが起きちゃうからさ、そういう動画は出しません。まあ、ちょっと詳しいことは、あの、サブチャンネルの、バタのキングダム TV の TV で、あの、詳しいことの動画を出していきます。ね。あと、あの、サブチャンネルの、あの、リンクは、あの、概要欄、あの、説明欄に書いてありますのでね、あの、そちらから見てください。お願いします。というわけで、今日のね、あの、バトン日記はいかがだったでしょうか。まあ、あのね、まあ、サブチャンネル、なぜか作りたいなと思ったのは、あの、ガングレビュー、以外の、こともやりたかったもんで、やりたいもんでね、それで、おもちゃレビュー中心としているメインチャンネルのバタのチャンネルと、まあ、ガングレビューアーもやるけども、もう、それ以外のこともやる、あの、サブチャンネルのバタキングダム TV の、をちょっと分けてやりたいもんでね、ちょっとね、そんな風に、あの、サブチャンネルを作りました。まあね、ちょっとね、あの、サブチャンネルの方が面白そうな、あの、
の動画を作る予定だと思います。もしよければ、チャンネル登録や高評価、コメントなどお願いします。まあ、コメントは何でもいいので、ぜひ書いてください。まあ、ね、今後も、もう、のメインのバタのチャンネルと、サブチャンネルのバタキングダム DTV を、応援してください。まあ、チャンネル登録もお願いします。以上で、10月20日の、バタの日記を終わります。じゃあ次の動画でお会いしましょう。バタでした。バイバーイ。またねー。